そこに矢野さんから電話があった後、そこに向かったということでよろしいですか？そうそう、まあ、否定してきたからね。何時頃ですか、それ？それも夕方だったよね。夕方、うん、で、それはそこの事務所に行かれたという話ですけれども、うん、事務所では誰かが待ってて？いや、誰もいなかった。誰もいなかった、うん、いないね、事務所に。電気も暗かって、で電気つけたら、龍がもう檻があって、檻の中で、泡吹いて。檻ですか？檻。大型犬が入るぐらいの大きい檻が あったんだよ。うん。鉄のね。その中に龍が横たわった。監禁されてたということ？いや、多分それはそうだろうな。監禁されたのどうか知らないけど、もう、別にもう白目向いて、要するに泡吹いて横になってたよ。じゃあもう一目見たら、うん、もう死んでるなっていうのを、うん、それだよ、うん、それでもうね出して毛布くるんで、布団袋があったから布団袋に毛布のままくるんだやつを布団袋に置いてくるんで、でもうそこの事務所から非常階段使って下に車トランクを開けて、で、掘り込んで、で、そのまま山の中に向かって走ったってな。それで、山に埋めて、帰ってきて、まあ、前回と同じように、荒川のところに、使った、スコップとか、そういうものをみんな捨てて、毛布とかね。それで、家に帰ってきたの。